あとたまにぼーっとしてしまうとこなんで、そういうところはちょっと家で言われるんで、はい、それは足りないかなって言われも思います。まあ、よく言えばね、こう牧野とか森脇みたいに目立ちたいですけど、まあ、とりあえず陽介からはギャグセンスがないって言われる。エゴイストな部分っていうのが足りないかなっていう。あとはやっぱゴールに対する姿勢。全部って言いたいですけど、まあ、その中でも、気配り